それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人が隠している本音、本心っていうところを見ていきます。よろしくお願いします。では、まずトランスペアレントオラクルより出していきます。シャッフルして、今回2枚出していきます。申し訳ありません。3枚出していきます。1枚目は、あの人の表向きのコンディションといいますか、表情、あなたの前で見せている顔、そして2枚目が本心っていうところですね。あなたに今どんなことを思っているのか、そして3枚目が好転アドバイスとして、より良い関係性を築いていくためにっていうことでアドバイスもらっていきます。全部で3枚出していきます。はい、それでは見ていきます。まず表向きのあなたの前でのお相手っていう風に見ていきます。そしてこちらが隠している本音、こちらが好転アドバイスで出しています。そしてまずこれを見ていると、ロイヤルハート、誠実な気持ちで寄り添っていきたいとか、すごく素敵なカードが出てきていますよね。あなたに対して好印象を抱いているし、今の関係性よりも仲良くなっていきたいっていうような、表向きのお相手の表情、様子として出てきているので、また本心は違ってくるんですけど、あとこちらですね、自分のことをもっと伝えていきたいとか、仲良くなりたいっていうのが一番に伝わってくるかなと思います。仲間に入るっていうカードも入ってるので、違うコミュニティにいるんだけどとか、普段なかなか一緒にいられないとか、お互い属しているコミュニティが違う、会社が違ったりとか、ね、生活圏内がちょっと離れているんだけど、近くにいられないんだけど引き寄せたい、近くに行きたい、仲間に入れてほしい、あなたと仲良くなりたいですね。例えば大勢の中にいるんだったら、大勢の中の一人ではなくて、自分、この人としてあなたに見てもらいたいとか、二人きりになりたいっていうことも言われてるかもしれませんね。はい、こっちへおいでって言ってるような、そういうお相手の様子が見えます。じゃあ心の中で抱えてることを何っていうふうに出てくると、大事な用事、そしてホワイトドラゴンのカードで、あとはこちらですね、帰る場所がないっていうのが伝わってくる、入ってくるので、心の中ってこの人ね、表向き出しているのとちょっと違くて暗い感じがします。なんか結局のところ、まだあなたと近くにいられなくて、一人家に帰るとか、ここにお家があって、このお家を大切にしたいだったりとか、そういう気持ちもある。いわゆる今はこの本心で見てるので、この人の本心、自分の気持ちを大切にしたい、自分の気持ち、寂しさっていうのも感じるんですけど、だから心の中にこもりたいとか、本音出せない温かい気持ちがあるんだけど守りたい、いろんなことが今伝わってきていて、うまく整理できていないような気がするんですよね。お相手の中でもうまく整理できていない、ホワイトドラゴン、なんか蓋をしてしまっているような、自分の本当の気持ちに蓋をしてしまっているような気がするし、でもね、この表として見えてるところとしては、仲間に入りたいなっていうような素振りを見せていたり、近づきたいな、あなたに対しては誠実に向き合っていきたいな、
っていう、そんなお気持ちっていうのが現れていると思うんです。でも言えていない思いがある。でプラス大事な用事っていうのがあって、この用事ってなんだろうっていうところと、ここ見ていきましょう。警戒のカードですね。警戒していると蓋をしてるんですよね。本当の本当の本音っていうところを伝えきれていない。そのね、仲良くなりたいんだとか、あなたに対して誠実な思いで向き合っていこうとか、そういうのはもうバンバンと出してると思うんですよね。密かなサインとして、自分も仲間に入れたらいいなっていうことを、あなたから見ても分かるようにふわっとね、表情に出していたりとかすると思う。そういうところにおいては分かりやすく表現してると思うし、こっちへおいでよみたいな言葉も声掛けもね、あると思うんですけど、本当のところ何を感じているのとか、どんなこと心配なのとか、本音っていうのはあまりこう見せないような方なのかなとも思います。蓋をしてしまっている状態で本音見せるの怖いとか、今ね、その自分の本音を出すよりも、まず最初に向かっていかなきゃいけないことがある、最初に取り組まなきゃいけないことがあるっていうことが出てきています。本音を見せるのはその後だっていうふうに出てきているんですね。隠していることを何かっていうのももうちょっと深掘りしていくんですが、自分本来の力を発揮できていないし、自分の本心の通り動けていないのもそうだし、抑えてるっていうことも出てきていますし、なんだかんだ言って言わない方がいいんじゃないかとか、そういうことも伝わってきます。または本音を優先させるよりも先に取り組まなきゃいけないことがある、優先させていきたいことがあるっていうお相手のお気持ちも出てきています。守りたい自分の本心っていうことも伝わってくるので、もう少しねタロットを使って見ていきましょう。ただ隠すことはそのあなたが嫌いだからとかではなくて、このロイヤルハートが伝えてきてくれてる通り、あと仲間に入りたいってこともそうだし、あなたと二人きりになりたいとか、向き合いたい、誠実に接したいってことは出てきているから、でもね隠さなきゃいけないことがある、まだまだ伝えきれていないことがあるっていうのが出てる。警戒っていうのが入ってくるので、見せるのが怖いんだと思います。蓋を開けるのが怖いんだと思う。ではタロットでまた見ていきましょう。加えてタロットカードを使って見ていきます。はい、ではこれで見ていきましょう。まずお二人の、これから、そしてあなたに求めていることと出しています。そしてジャンピングで今回、ソードのセブンが入ってきているので、こちらも採用すること。そうですね、単独行動っていうのが入ってきます。目的に向かって一人で本音を見せずに取り組んでいる、向かっている、何とかしようとしていることがあるっていうのは出てきている。でかなりこの周りっていうことを警戒していることと、もしかしたら孤独を感じていて、一人で動いた方が楽なんじゃないかっていうことを考えてるかもしれない。誰かの協力を仰ぐよりだったら自分の力で何とかした方が早いんじゃないかとか、あと誰にも言えない思いを抱えていてっていう感じかな。やっぱり本音なかなか見せられませんよっていうのがお相手の方から入ってきているんですが、じゃあ2人どうなのかなっていうふうに見ていくと、今これからいいんじゃないかっていう風に出てくるんですね。で障害としてもしあるとするんだったら、やっぱりこう仲間のみんなに認めてもらえるような関係性になることだったりとか、ここに強行のカードが出てるので、2人が恋愛関係になっていくんだったら、この人にはうんって言ってもらわなきゃなっていう、誰かに認めてほしいっていうような、そういうことですね。それか公にしていくっていうことがテーマになってきそうですね。あとは今の関係性から恋愛関係にしていくためのワンステップ踏んでいかなきゃいけないなっていうことも出てきています。でもここにカップのナイトのカードが出てるから、やっぱりロイヤルハートと一緒で、お相手が誠実な気持ちで、そして恋心ね、を持って、恋愛感情を持ってあなたと誠実に向き合っていきたいっていうことは変わらず出てきているんですね。そしてあなたに求めていることも見ていきましょう。
ワンドのキングのカードです。いいですね。ここも前向きにね、受け止めてくださいって、隠してることがあって不安だとか、嫌なこと隠してるんじゃないのとかって疑心暗鬼になるかもしれないけど、ここにおいては一旦目をつむっておいてほしいと。今あなたと楽しい時間を過ごすことに注力を注いでいて、そして水面下でこの人が一人で頑張ってることがあるんじゃないかなと思いました。あなたと仲を近づけるために一人で頑張ってることがあるみたい。でもそこについて、じゃあ深く教えてくださいって言うと、ちょっと警戒心を見せているので、まだそこは秘密のままにしておいてほしいっていうのは出てきてるんですね。でも決してあなたを悪いようにしようとか、そういうことは考えていなくて、あくまでも純粋に仲良くなっていきたいっていう気持ちがある。自分のことを知ってほしいとか、話したいとか、仲良くなりたいとか、そういうことですね。カップの3番も出てるので、楽しい時間を過ごすことっていうのが今一番お相手が求めてることなんですね。そしてお相手がお誘いした時に、明るく、いいよってイエスっていう風に言ってもらえるとすごく安心できるし、またあなたに向かって安心して近づいていける、警戒心を解いていけるっていうのがあるから、ちょっと人見知りするタイプだったりとか、ミステリアスな方っていうのはあるんですが、本当のところっていうのは正直で純粋な気持ちを持ってあなたに接しているので、そこについては心配しないでくださいっていうカードが出てきています。お互いが誠実に向き合っていく相性のいい関係性なので、これから恋愛関係になっていく可能性も十分あるし、お相手の方からの動きっていうのも期待できると思います。はい、いいですね。で、そして今の関係性において、やっぱり強行のカードなので、これは恋愛感情じゃなくて友達として親切にしてくれてるんじゃないかなっていうふうに思ってる方は、嫌そうじゃないよっていうふうに捉えてください。もしくは2人が恋愛関係に発展させていくんだったら、例えばご両親とかね、あとは会社の中のみんなとかチームの人たちに恋愛関係ですって堂々と発表していく必要があるのかもしれないっていうのがね、今回テーマとして入ってきています。誰かに認めてもらう関係性っていうのがね、テーマですね。でも2人のこの誠実な気持ちっていうのは確実に育っていって、花開かせる時がやってくるので、この今の楽しい気持ちとか、デートしてるって方もいると思うんですね。カップの3番出てるから一緒にいて楽しいとか、その共有してる時間や思いっていうのを大切に育んでくださいっていう風に出てきていました。で、隠してる本音気になりますよね。大事なことを今優先させなきゃいけないから、まだその本人のところを隠しているとか、自分一人で動いてることできるんだったらあまり言いたくないんだよねっていう風にお相手の方が言ってきてるので、深掘りするかどうかっていうのをちょっと考えるんですけど、誤解だけはしてほしくないなっていうのがお相手の方からのメッセージで伝わってきていて、例えばそのあなたに気がないんじゃないかっていう素振りを見せる時もあるかもしれないけど、いやそうじゃないんだと、っていうのは言ってほしいっていうのは出てくるんですけど、じゃあどうして警戒してるのとか、何を今優先させてるのとか、そういうところを深く見ようとすると、ちょっとそこは今は触れないでほしいっていうことが出てくるんですね。なので、もうどうかな、せみぎ合ってるような感じがするんですよ。いやそこ知りたいんだよねっていうあなたの声と、ちょっと今はね、あまり触れてほしくないなっていうお相手とせみぎ合ってるような感じがして、どうしようかなっていうふうに今考えてるんですけど、お相手に申し訳ないんですが、1枚出しましょう。タロットで出していきます。はい、ワールドのカードが出ましたね。あまり検索しないでほしいということです。ただその悪いようにはならないし、悪いことを隠してるわけではないと、全ては完全体を目指している、パーフェクトを目指しているため
に陰ながら努力していたりとか、根回ししているというかね、あなたとお近づきになるために作戦を考えていたり、単独行動っていうのが目立つので、一人にしといた方がいいのかなっていうふうに思う時もあるかもしれないけど、その方がいいのかな。もしそのそうだな、一人にしてっていうふうに言わないと思うんですけど、何か頑張ってるんだろうなっていうふうな感じでふっと捉えておいてもらえるといいっていうこと。その深く深く知ろう知ろうっていうふうに突っ込んでいったとしても、そうだな、あなたにだったら教えるよっていうふうに言ってくれると思う、最終的には。でもあまりそんなに気にしなくてもいいよっていうふうに出てきてるかなと思うんですね。隠してることって悪いことじゃなくて、むしろ前向きなことを考えているから、自分の心について考えてることもあると思うんですよ。自分がこれからどうしようかなとかね、あなたとどうやって仲良くなろうかなとか、どうしたら楽しい時間もっと過ごせるかなって、すべてはこのワールドにつながってるので、あなたと一つになっていくためにはっていうことで、陰ながら頑張ってることとか、人知れず動いてることとかあると思うんですけど、あ、そうなんだっていうふうに、後から知ることが出てくるかもしれないけど、その時に、あ、そうなんだねっていうふうに捉えておいてもらえるといいんじゃないかなと思うんですね。なんかせっかくのサプライズを、何どれどれっていう風にね、サプライズしたい人に言われるとちょっと気まずくなったりとかするような、そういう気持ち、恥ずかしい、照れちゃうような、そういう気持ちに近いのかもしれません。では好転アドバイスです。隠している本音、本心っていうところだとしたら、ワールドだから一つになっていきたいっていうことなんですけど、そこについては、あ、そうなんだっていう風に心の中で喜んでおいてもらえたら今はいいかなっていう風に出てきていました。あとは好転アドバイスですね。こちらのカード、深呼吸、リラックスっていうカード。そしてこちらもそうですね、風を感じてくださいっていうことで、新しい新鮮な空気を感じることもいいかもしれないし、お相手とより潤滑にコミュニケーションを取れる方法を探してもいいかもしれません。もっと楽しく過ごせるようにっていうことで。あと、心を開いておくこと、ね、お相手がね隠してるのにっていうふうに思うかもしれないけど、あなたの方でオープンでいること、その方がお相手が安心するよっていうのが入ってきました。はい、楽観的、ポジティブに考えておきましょう。で、オープンでいることもそうだし、自分の心をクリアにしておくことっていうのもとても大切。そしてお相手の、わずかな動き、感情の変化もすぐに察知できるように常にアンテナを張り巡らせておく、お相手に対して。で、お相手が落ち込んでるのか、一人で頑張ってるんだなっていうのがちょっと見え隠れしそうな感じなんですよね。お相手の中では隠そうって思ってるかもしれないけど、あ、今そういうことやってんだなっていうふうにふと感じる時が出てくると思うので、温かく遠くからそうなんだねっていう風に見守っておいて、後からこのこういうことやってきたんだよっていう風にお相手が成果物を持ってくると思うので、それを受け取るみたいな感じで流れていくような気がします。はい、なんかこう疑心暗鬼になったりとか深く突っ込んだりとかしなくても、その心配する必要ないよっていう風に出てきていました。そして今あなたができることっていうのが、深くリラックスして心をオープンにしてください。胸を開くポーズもおすすめです。このようなヨガのポーズだったりとか、またお相手とコミュニケーションを自然にやっていくことっていうのもいいでしょう。あれこれ聞くとかっていうよりは、ふわっとしたようなコミュニケーション、最近元気とか、全く違うこと、本心とは全く違うこと、本心探ろうということをせずに、最近この映画上映されたんだって見に行ったとか、そういう世間話とか、そういうことで盛り上げておくとか、あと新鮮な空気をうまく循環させるような会話をイメージするんですよ。ここにばっかり集中するのではなくて、常にこう循環するようなイメージです。映画の話をした、この趣味の話をした、最近の自分の話をした、お相手のこともちょっと聞いた、最近どうなのっていうふうに聞くと、今実はこういうことやってんだよねってことは言わないと思うんですよ。ただここは言ってくれると思う。いや、仲良くなりたいんだよねとかね、あなたともっと近づいていきたい、自分の話を聞いてほしいというのもあるから、何してるの、最近どうとか聞くと、今こういうことやってるよっていう、この
実はやってますってこと以外のことで、楽しい会話っていうのはできると思います。この循環をうまくしておくと、実はね、あの時ね、こういうこと考えてやっていたんだよっていうのをゆくゆくお相手の方から打ち明けてきてくれるとか、成果物を持ってきてくれる、完成したよって見せてくれる時がやってくるので、その時に受け取ってくださいっていうのが出てきていました。あとはお選びいただいたオラクルカード、こちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらはハニーカルサイトのカードです。カードの意味は限界突破と出ています。今突破する時です。そしてこのパワーストーンの効能は、不安定な感情を整えて心に安らぎをもたらす効果があると言われています。今気持ちが不安定になっている、お相手に対して何考えてるんだろう、何か隠し事あるのかなっていうふうにネガティブな感情を持っている方がいるのかもしれません。だからこそね、今楽観的に捉えてください。思ってるほど状況は悪くないです。お相手が変なこと隠してるとかそういうこともないので、クリアな気持ちでいることっていうこと、いずれわかるでしょうっていうふうに出てきました。わかるって言っても、ひどく落ち込むような結果ではなくて、それは完成されたもの、美しいものであるっていうことですね。なので今はゆっくりと待ってみてください。はい、では今回のリーディングは以上となります。あの人が隠している本音について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人が隠している本音、本心について見ていきます。よろしくお願いします。ではトランスペアレントオラクルカードを使って3枚カードを出していきます。はい、それではオラクルカードで見ていきます。まずこちらがお相手の、表面上といいますか、今あなたと向き合っていてどんな風に見えているのか、見せているのかっていうところと、こちら下が本心、本音、隠しているところとなります。であとはこちらがあなたへの好転メッセージとして出しています。これで見ていきましょう。ソウルメイトのカードが出てるんですよね。はい、ということでこちらをアドバイスカードとしてもらっていきます。まずこちらに伏せておいて、まずはお相手の今現在のコンディションというか、表面上どうなのかなっていうふうに見ていきましょう。まずこちらカエルのカードが出てきていますね。はい、あの癒しですね。あなたと一緒にいると癒しとか、あとあなたのことを信頼している、パートナーシップを結びたいと思っている、コミュニティのカードも入っているので、コミュニケーションを取っていきたい、またはコミュニティを取る場所がある、そのままですよね。名前の通りコミュニティ、属しているもの、会社が一緒で同じその部署の中で働いている仲間とか友達とか、またそれ以上に信頼を置いている相手としてあなたを見ているっていう可能性もあるし、あのテンプテーション、あの誘惑、蝶に誘われてっていうカード、明るいカードですね。遊びたいなっていう気持ちもある、明るい気持ちで見ているなっていうふうに思っています。属しているチームがあるということ、共通の知り合いがいるとか、 SNS でコミュニティに属しているとか、アプリで知り合ってるとか、そういうつながりを感じながらも、あなたとお誘いしたりとかして、通話したりとかメールしたりとか、遊んでるってそんな感じもするんですよね。みんなで遊んでいたりとか、誘い合ってとか、声掛けし合ってとか、仲良くやってるよって、そういう
印象で入ってきます、はい、では隠している本音、本当のところなんか隠してることあるのとか、どういうこと思ってるのっていう風に出てくると、まずあのシャドウキャットのカードは痩せ我慢っていうのがあるので、本当はこうしたいんだけどっていうのをちょっと抑え気味かなっていうのはあります。なぜかというと、いい自分を見せたいからっていう風に、あのかっこつけたいからっていうのが入ってるんですね。美しく見せるために、まあ、ここぐらいまでね、本当はこの美味しそうなご馳走があるんだけど、横を通り過ぎていくと言いますか、本当は食べたいんだけどなとかって思いながら、いやいやここはスマートに振る舞うべきっていう風な感じで、かっこよく見せたいからっていうのがまず入ってくることで、ハイヤーパワーのカードも出てきています。隠している本音、本心っていうところで、その高い次元の自分で、これもそうなんですけど、感じるのが良い自分を見せたいなっていうことなんですね。そしてあの安心感を抱いてほしいとか、自分に信頼してついてきてほしい。夜明けのカードも入ってきて、これも明るいんですね。希望、始まりとか可能性とかです。あの自分の実力を見せたいっていうことも、気持ちもそうだし、またスマートに振る舞いたい、美しく振る舞いたいってことですね、うん、あのできるだけいい自分をあなたの前で振る舞いたいっていうことが出てきてるんじゃないかな。願望が強いんですよね。どんな願望なんだろう。バランスのカードも出てきました、うん、自分の気持ちうまく整えているような気もするし、明るい希望を抱いてるっていうのはもう全面的に出てきていますよね。好きな人だからこそいい自分、かっこいい自分を見せていたいっていうこともそうだろうし、今の関係性であのかっこいいとか美しいとか頼られるような、そんな自分をアピールしたいってことも出てきてるかもしれないですね。心の中もすごく明るいです。痩せ我慢っていう風に出てきていて、なぜかって言ったら欲しいものがあるけど我慢してる。なぜかと言ったらスマートに振る舞いたいからっていうことですね。心の中はすごく明るいことを考えていたり、成功させたい、我慢してでも手に入れたいものがあるのかもしれないなっていうのはここで少し感じますね。バランスっていうのも重視しているので、今自分がこうこのお魚さんにね手を伸ばしてしまうとバランス崩れるんじゃないかなって、そういうことも感じてるかもしれません。ではここまで見ていったので、もう少し詳しく見ていきます。あなたとの関係性において、お相手が隠している本音本心っていうところだと、あんまりこう悪いイメージはない感じがしますね。より良い自分でいたい、より高みを目指していきたいっていうことだったりとか、あなたとの関係性だったりとか、そういうことを考えているし、いい自分になり、もっともっと素敵な自分になりたいとか、はい、ではこちらのカードで見ていきます。まずこれがジャンピングでつなれ人のカードですね。そしてソードのページ、ワンドのページ、ワンドのナイト、ソードの2番と出てきています。じゃあこのそのお相手の本心っていう、隠してることっていうのも踏まえてお二人の関係性を見ていくんですが、まだまだこれからあの伸びしろがあるよっていう風に出てきています。あとはそうですね、お相手からの動きっていうのがあるんじゃないかなとも思うし、2人の関係性、バランス、相性っていうところを見ていくと、盛り上がるんじゃないかな、盛り上がる、テンションが上がっていくような相性っていうふうに感じますね。あなたがお相手のスイッチをオンにさせる力を持っているというか、テンションを上げさせるのがうまい、元気づけるような、そんな感じですね。あなたの方のエネルギーっていうのが、あなたと一緒にいると元気もらえるっていうふうにお相手が思ったりとか、あのいろんなことを会話していて楽しいとか、これやってみよう、あれやってみようっていうふうに興味あることをお互いシェアし合ったりとか、テンポも早いと思うんですよね。連絡頻度が割と多めだったりとか、
うん、返信ちゃんと返してくれたりとかするような間柄で、まだまだ仲良くなっていけるなっていうような、お互い可能性を秘めている感じ合ってると思う。そしてこれから先お相手がどう動いてくるのかっていうことによって、変わってくるかなっていうのはあります。動きのあるカードっていうのが今回テーマとして入ってきていて、どう動いていこうかなっていうこと、そして好転アドバイス、ジャンピングでここ採用してるんですけど、つなり人のカードで、いわゆるちょっと時間かけましょう、慣らしましょうっていうこともそうだし、動いていくこと、お相手からのアタックを待つ、もしくは自分から仕掛けることっていうことにおいて、自分からこの動いていくことに果敢に挑戦していくか、それともお相手の動きを待つか、このどちらかだよっていうことが入ってきてるんです。どっちがいいっていうことじゃなくて、どちらかになっていくだろうって、自分から勇気を出してお相手に今一歩踏み込んでみませんかっていうふうに動いていくのか、それともこの人が動いてくるまでずっと耐えるのか待つのかっていうことで、どっちにしろ勇気は必要なことです。自分からアタックしに行くのも勇気が必要になってくるし、相手から動いてくるのをずっと待つっていうのもある意味勇気が必要なことですよね。なのでこの動くっていうことに関して、どっちを選んでいくのかっていうことで、今回ねアドバイスカードとしてこのつなれ人を取っていきたいなと思います。大きな変化を動かしていくのはさあどっちっていうことで、あなたはどうする、ただそのお相手のね盛り上げ役みたいな感じで、あなたがお相手を元気にさせる力を持ってるので、うまく立ち回るとこの人から動くんじゃないかなっていう気がするんですね。なのでちょんちょんって肩を叩いてあげると、ぐるって振り向いてくれて、近づいてきてどうしたのっていうのは、そんな大胆な行動を起こしやすい人、起こしてくれる人だから、このトントンって肩を叩くのをしてあげると、よりこの人が動きやすくなるのかなとは思います。で、隠している本心っていうのもバランスっていうのも重要視していきながら、もっとより良い自分っていうのを目指しながら、ここですね、可能性を感じているあなたとの関係性において、より良い関係になっていけるんじゃないかっていう期待とか、成功においてね期待してる部分が多いよっていうこと、前向きに捉えてくれてるから、ちょんちょんって肩を叩くとうまく動いてくれそうな気がしますね。はい、そしてアドバイスカードがソードの2番のカードですね。ここもやはりバランスっていうのが言われています。お互いのバランスを見ながらね、そしてそのバランスを取るのが多分あなた、主導権を握ってるのがあなただと思うんですね。主導権を握るといっても、あなたが全部動かしていくとかじゃなくて、うまいバランス見ながら、お互い相乗効果を持ち合いながら動かしていくんじゃないかなと思うんです。じゃあ私についてきてとか、決定権は私にあります、主導権は私ですとかではなくて、なんかうまいバランス見ながら、影なるコントロールみたいな感じでね、お相手を元気づけてあげて、テンション上げていきながら、うまいバランスを取るのはあなたっていう感じがします。で、結果的に表面上お互いこう盛り上がっていって、うまく流れていくんじゃないかなっていう、こういう構図が出来上がっています。なのでこの飛び出してきたつなれ人っていうカードも、あなたが待つか動くかどちらかを選ぶっていう風にアドバイス取っていきたいんですが、今回このソードの2番も見ていくと、あなたがお相手を盛り上げて、励まし、元気づけ、勇気づけることによって、この人の方から最終的に大きな動きっていうのが出てきそうな感じ、またそういう風になるように工夫しましょうみたいなことを言われてるかもしれない。難しいっていう方は本当に選択かもしれませんね。この人が動くのを待つのか、もう自分から積極的にはっきりと分かりやすくアタックしていくのかっていうふうに選択するのか、ちょうどいい感じで程よくねバランス取っていきましょうっていうのはアドバイスで入ってるので、あなたが心地いいっていられるようなどちらかを選んでいくといいかも。どちらかというか、ちょうど中立的なところを取っていってもいいし、
まあ、自分からガンガン動いていった方が自分の気が楽なんですっていう方は動いていってもいいだろうし、あのお相手から来てもらうのを待つ方が好きなんですっていう方はそれを選んでもいいと思う。どちらにしてもあなたがちょんちょんって何かをやることによってこの人が動きやすくなるっていうことは言われています。ではアドバイスカードをもらっていきましょう。最後、好転アドバイスです。まずソウルメイトっていうのが入ってるので、2人がご縁のあるとか、または相性のいい存在、相性、ですね、お互いが良い存在だっていうことを確信してますね、してますよねっていうことが言われていますね。ご縁があるんだって、こうほっとけないとかね、気になっちゃうとか、お互いそう感じてるんだっていうこと。もうすぐその2人の本当のつながりの目的というか、これがあったからこそ仲が縮まっていったとか、痛みから解放された、もともと持っていた悩みから抜け出すとか、何かのきっかけっていうのが生まれてくると思います。なのでこの方とのご縁を信じてください。お互いが関わり合っていくことによってそれぞれの気持ちが安定するとか、相乗効果っていうのが入ってきますから、ここはね、お相手とのご縁を信じてください。そしてあとはこちらもアドバイスカードとして入っています。これ騎士戦士のカードなんですね。戦士、戦う人なんです。強い意志を持って勇気持って動いていこうっていうね、そういうエネルギー、火のエネルギーを持っているので、やはりきっかけ作りがあなたっていう感じもするんですよね。でもお相手もこの火のエネルギーを持っているので、より一層燃え上がらせるためのちょっとしたきっかけを作るっていう感じもします。はい、そして曖昧な関係っていうのが出てきました。ここアドバイスカードです。今お二人がどういう関係性になっていくのかっていう変化を迎えようとしているっていうのがね、伝わってきます。曖昧っていうのがどっちつかず、どうなのっていうふうに一瞬思った方もいるかもしれない。でも今よく考えてください。お二人の関係って仲良くないですか？で、友達以上恋人未満、両思いなんだろうかっていうふうになんとなく感じてるんだけど、じゃあ実際に交際してるのかって言ったら、いや、そこまではまだ行っていない。でもなんかね、そういう仲良くなっていける気がするとか、どことなくそう感じてるところがあるんじゃないかっていう風に出てるんです。友達以上恋人未満とか、まだはっきりと関係値を築けていない、築けていないっていうのは悪いのではなくて、今の関係値より伸びていくからこそ今どっちつかずの状態だったりとか、なんて言ったらいいんでしょう、友達止まりじゃなくて恋人になる可能性があるよねっていうことで、今の関係性が曖昧なものだったとしても、これからはっきりとなっていくでしょうっていうふうに出てるんですね。あなたが動くことで、あなたがちょこんと何かこうお相手に情熱をお裾分けするというか、なんて言うんだろう、お相手の心に火をつける、ハートに火をつけるようなちょっとしたきっかけがあると、この人ボワッと燃え上がって行動に移してくるんです。ちょっとしたきっかけをぜひ作ってあげてくださいっていう、そんなメッセージ。そしてね、2人のつながりっていうのを信じてくださいってことです。今2人がつながり合うことが必須になってきています。はい、関係性が間もなくはっきりするでしょうというふうに出てきていました。で、そしてお相手があなたに対してかっこいい自分、美しい自分を見せていきたいっていうことに対しては、そうなんだねって、それだけあなたに対して好きだっていう思いがあったりとか、もういい自分を見せたいっていうことは相手に好印象を持ってもらいたいっていうことじゃないですか。なのでそのように前向きに受け止めてください。何この人かっこつけてるのっていうふうに思わずに、あ、なんかね、微笑ましいなっていうふうに思いながら、それだけ自分にね、いい自分を見せたいと思ってくれてるんだなっていうふうに好意的に見てくださいっていうふうに出てきています。はい、そしてあとはお選びいただいたオラクルカード、こちらはレピドライトのカードです。カードのメッセージとしては、チルゾーン、まったりとしたゆったりとした空間っていうのが言われています。今ゆったりとした時間を作るとか、空間を提供するお相手にね、落ち着きと癒しを提供していきましょうっていうことかもしれない。自分自身に対しても言えるかもしれません。
こちらはレピドライトの効能としては変化を促す効能があると言われています。ね、行動に起こしていきましょうっていうカードも出てるし、曖昧な関係がはっきりするっていう流れも出てきていたので、今変化を促す、今変化が出てくるタイミングなのかもしれません。レピドライトというのは障害を取り除いて新しい未来を切り開く効能があると言われています。また一方で復縁という意味もあるんです。パワーストーンの効能ですね。復縁したい方におすすめのパワーストーンと言われています。またご縁を再び手繰り寄せたい方向けのパワーストーンとも言われてるんですね。そしてハートチャクラを開いて心を開いて、周りとのエネルギー、お相手とのエネルギー、自分自身のエネルギーを調和させる効能もあると言われています。その他にもデジタルなエネルギーから一旦シャットダウンして、デジタルなエネルギーを取り込まずにナチュラルなエネルギーを取り込んで心をより一層クリア、ナチュラル、自然体なものにしていくっていう効能もあると言われています。様々な効果がありますね。どれかに当てはまると思います。復縁希望ですっていう方も中にはいるかもしれない。また自分の本音本心をもっとうまく伝えていきたい、コミュニケーションを取っていきたいっていう方もいるでしょうし、あとはその変化っていうことに関してピンとくる方もいるかもしれない。当てはまる方多くいらっしゃると思いますので、このいずれか3つの効能のどれか当てはまるところをお受け取りください。今回はあの人が隠している本音本心っていうことを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人が隠している本音、本心というところを見ていきます。よろしくお願いします。では、トランスペアレント、オラクルカードを使ってカードを3枚出していきます。はい、それでは見ていきます。まず、こちらがお相手が普段見せている表情といいますか、あなたに向けて今見えている部分と、こちらが隠している本心、そしてあとこちらが好転メッセージとして、より良い関係性を築いていくためにっていうことでカードをもらっています。好転アドバイスは後から後ほどお伝えしていきます。まずはそのお相手の今現在のコンディションノームのカードと、あとこちらのカードが迷路を抜けるっていうカード、そしてこちらがブレッシュのカードが出てきています。嬉しいとか、今停滞していることから抜け出す、迷路なので迷いから抜け出して自分の進むべき方向が見えてきた、あなたとの間においてどんな関係性になっていけばいいのかっていうのが明確になったとかですね、今回あなたに対してどんなお気持ちなのかっていうことで恋愛をテーマに見ているので、こう考えていたことがあったんだけど、そこから抜け出して答えが見つかったとか、自分の中でどう向き合っていこうとか、どんなお付き合いをしていこうかっていうのが分かったとか、それはすごく祝福されるものなんだ、嬉しいことなんだっていうことですね。抜け出してだいぶすっきりしたのかもしれないし、それほど真面目に取り組んできたんだとか、どんな苦しいことがあってもコツコツ自分は頑張り続けてきたんだっていうようなカードも出てるので、この方が真面目に取り組んできたこと、途中で投げ出さなかったんだ、苦しいことがあっても投げ出さずに
絶えずあなたと向き合い続けてきたんだっていうことを出てきています。そして隠している本心見ていきたいんですが、喧嘩っていうカードが出ています。はい、なんかね、爆発している、噴火しているところで揉めているってことで、隠している本心なので、なんか言いたいことあるんじゃないかって思うかもしれないんですけど、ここね、あの重要なポイントとして見ていきます。単なる喧嘩として捉えない方が良さそうだなっていうことです。そしてこちらですね、時間、 TikTok 時間っていうカードと、こちらのカード、声そのものですね。これもはっきりともう分かりやすく出てきてると思います。もう一つこちらが変化っていうことで、全てね、喧嘩、時間、声、変化っていうふうに分かりやすく出てきています。で、隠している本音本心なので、分かりやすいことを隠していると思います。もし伝える、伝えたいこともあると思うんですけど、こうつなげて言うんだったら、2人の間で変化してきたことがあった。そしてそれは声に出してお互い意見のぶつかり合いをした可能性もあるし、こうやってぶつかり合ったような、そういうこともあったんじゃないか。それは時間に関わるようなこと、例えば遅刻したとか、期限があった、いついつまでにこうしてほしいっていうような願いが届かなかった、約束を破ってしまった、そのことによって喧嘩したっていうことかもしれない。守ってほしいとか、このお相手ね、真面目な方なんですよね。何か理由があって守れなかったのかもしれないし、そのことについて後悔しているというよりは、なんでこうできなかったのかっていう理由を届けたいとか、なんかね、時間っていうのも関わってくるので、過去に揉めてしまったことを今でも引きずっているっていう間柄だとしたら、やっぱりそのことについて考えている可能性もあるし、だけどそれはお相手が怒っている、怒りを隠しているわけではなくて、説明したいんじゃないかなって思うんです。どんな気持ちだったのか、自分の考えを聞いてほしいとか、そうですね、変わってしまったことに対してどうなんで変わってしまったのかとか、細かく言いたいこともあるだろうなっていうのを感じます。ちょっとタロットで見て深掘りしていきます。はい、ではこちらのカードを使って見ていきます。はい、見ていきましょう。ペンタクル2番、運命の輪、ラバーズ、はい、ペンタクル3番、はい、タイミングを逃したっていう風に出てきています。両思いになるとか、恋人になるチャンスがあったのにそれを逃してしまったとか、そのままその通りデートのキャンセルしちゃった、延期になっちゃったっていう風に、そうですね、噛み合わなかったっていうのが出てきてるので、そのことを強く後悔していたりとか、いや、あの時はこういう理由があってっていう風に何か説明したいっていうのが出てきています。話し合いで解決したいとか、仲直りしたい、本当はここですよね。コミュニケーションが潤滑に流れていくはずだったのにできなかったと、多分お相手の方でミスしたんじゃないかなと思うんですね。あなたは柔軟に対応しようとしてくれていたのに、自分の方でうまく対応できなかったとか、他にさまざま理由があって、はっきり言ってしまえばいい感じだったのにそのタイミングを逃しちゃったっていうことを後悔してるような気がします。なので変えていきたい、そのいい感じだったのに流れてしまったことによって言い合いになったかもしれないんですよねっていう可能方もいるかもしれない。喧嘩っていうふうにはっきり出てきているので、例えばお付き合いしていていい感じだった、恋人としていい感じだったんだけど、こうしようねっていう約束がうまく果たされなくて喧嘩になっちゃったとか、それは時間とか期限が関わるようなことだったと思う。もしくはタイミングですね、そのまま入ってきています。時間とか、ちょっと離れることになっちゃった、仕事の転勤とか、まあその移動とかがあって一時的に遠距離になっちゃったとか、そのタイミングが悪かったなっていう感じですね。そして言いたいことがちゃんと言えなかったんだっていう、喧嘩した時に自分の本心を言えなかったっていうお相手、または喧嘩じゃないんだけどいい感じだったのにそれが流れちゃって、あの時ちゃんと自分の本心言っておけばよかったなって、自分の中でも変わってきたものとか変化してきたものがあって、
今まで通りじゃいられなくなったようなこともあって、その気持ちも伝えたかったし、状況も伝えたかったんだけど伝えられなかった。じゃあどうしたいのかって言ったら、やっぱり話し合って建設的に解決していきたいって、そういうお相手の意思、お気持ちっていうのが出てきています。もう二度とこのタイミングは訪れないだろうなっていうふうに思ってるぐらい強く意識しているかもしれないですね。でもその今見えてるところで良いとか停滞していることから抜け出して、自分が見えずに頑張り続けてきたから抜け出すことができたんだって、そしてあとは祝福、喜ばしいことへ向かって自分が走ってるんだよってことが出てきてるから、いろんなこと抱えてきた、ずれてしまったこともあった、違ってしまったこともあったけど、やはりここは喜ばしいこととして捉えていくといいんじゃないかな、お相手はそういうふうに動いてくるんじゃないかなと思います。ということで肯定アドバイスです。お相手がこれから多分動いてくると思うんですよね。話を聞いてほしいとか連絡をするとか、もう自分は抜け出したからねっていうことを教えてきてくれてる、もうすでに見えていますよね。迷いから抜け出したっていうふうに出てきているのと、あとマジシャンのカードですね、大丈夫です、前向きに捉えてください。マジシャンのカード、はい、何もない状態からある状態を作り出していく、そしてあなたの基盤を作ってください。これも肯定アドバイスとしてもらっています。ワールドツリー、あなたの自分の中のね、軸をしっかりとして、自分の中に今そのエネルギーの膜を張ってください。イメージしてください。自分が今眠っていて、そう、暖かいお布団をかけてあげてください。今秋になって寒くなってきましたね。朝晩冷えてきました。その冷え込んだ自分のお部屋、空気のところに暖かい毛布とかお布団を用意してあげて、自分がその中でギュッと丸くなってください。そして自分の体が温まっていくと、そこからいろんなものが生まれてくるでしょう。アイディアとか、自分がどうしていけばいいのかなっていう考え方がクリアになったり、実際に行動に起こせるようになってきます。物事は前向きに変わっていきます。それはあなたのエネルギーで変わっていくことができます。だからそのエネルギーを温める今、時間が必要なんですね。スロースターターですね。今のあなたはスロースターターなんですが、それでいいんだと、十分に温まってから動いていく、成功をつかみ取っていけばいいんですっていうカードも出てきています。自分の基盤をしっかりと作り上げるとき、練り上げていくときです。その可能性を信じてかけてみましょう。自分自身を愛するっていうカードも出てきていました。 Love yourself、 あなた自身を愛し、自分のために時間を使ったり、自分の心を癒すことをまずしてみてください。そう、喧嘩とか時間合わなかった、変化に対応できなかった、うまく言えなかったっていうことがもうここに全て込められているので、そこに対して不安に感じてしまった、どうしようって思ってしまっている方も、これから良くなっていきます。お相手がそれを望んでいるから、はい、話し合いの機会が持たれていくと思います。今まず温めてくださいねって、はい、しまってあった毛布を持ってきてお部屋に出して、自分の体を温めてください。そして十分温まったら、今度あなたも動く力っていうのが出てくる、蘇ってくるので、そしたらお相手と二人で向き合ってお話をして、より良い関係性をこれから紡いでいきましょう。ちょっと前にタイミングが合わなくなってしまった、うまくいかなかったことがあっても、これから先の未来また変わっていきます。二人でちゃんと向き合って解決していくことができるからです。それを信じてください。そしてあとはお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらはカイアナイトというパワーストーンのカードです。自分の内面を深く見つめる、自分の心の中に焦点を当てましょうというメッセージ。このカイアナイトのパワーストーンの効能としては、独立心、自立した心を促します。冷静な直感力と判断力を高めて、視界をクリアにし、前に進む力を高めてくれます。また依存する気持ちを断ち切る効能もあり、固定観念や悪習慣を取り去る力も持っています。はい、今自分の中の負のループに陥っている方は、今それをシャットダウンするこのカイアナイトの力を借りていきましょう。そして前に進む力を与えてくれます。
直感力や判断力を高める効能を持っている、またこれをメッセージとしてお受け取りください。今あなた自身が視界をクリアにして、その温めることによってね、視界がクリアになっていくので、そして前に進む力が蘇ってきたら進んでいきましょう。お相手が多分見せてくると思うんですね。これ隠したいわけじゃなくて、多分伝えたくてしょうがないことだと思うんです。強く出てきています。すごくひどく後悔しているとか、あの時ああいうことできなくてごめんって、すごくいい感じ、恋人たちのカードが入ってきていて、2人は恋人になるはずの、ね、家庭を踏んでいたのに、それが滞ってしまったねっていうことで、届けたい声がある、変えたいことがある、変化させていきたい、今のままじゃ嫌だって思っている、喧嘩していたら仲直りしたいって思っているし、時間っていうのも関わってきます。タイミングとかね、そういうことも訂正していきたいっていうふうにお相手は言ってきてくれてるし、多分見せると思います。もう迷いから抜けて幸せな方向へ動いていくんだっていうふうに出てきてるので、はい、ということで今回はお相手が隠している本音本心ということについて深く見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。